ご質問いただきました。やはりアビスパ福岡、30年弱の歴史のあるクラブですけれども、まずはやはり創設に関わっていただいた方々、藤枝市で社会人クラブからスタートしておりますけれども、そういうクラブを作るために頑張っていただいた方々、そして藤枝から福岡市に拠点を移しまして、アビスパ福岡として山あり谷ありでした。その間皆さんに支えていただきながら、選手も J リーグチームとしてバトンをつないでここまで戦ってきてくれました。改めて今までクラブの創設から、そしてこのタイトルを取るまで、スポンサーの皆様もファン、サポーターの皆様も、そして福岡市民の皆様にも感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございました。今日はそういうバトンをずっとつないできましたけれども、やはりあの国立でピッチに立って、そして長谷部監督の指揮のもと、一体感を持ってこのゲームに勝って、トロフィーをこの福岡市役所に持ってきてくれた選手たちに拍手を送りたいと思います。よろしくお願いします。今日はそんなことなんですけれども、12月3日がもうホーム最終戦で、史上最高に面白くて強いこのアビスパ福岡2023バージョン、あと1回しかホーム戦見れません。ぜひ隣にいる皆さん、お知り合い、みんな誘い合って、満員のベスト電気スタジアムで選手に後押しをお願いしたいと思います。ぜひ皆さん誘い合ってみてください。お願いします。